上海花すっぽん模式標本の産地は、上海市周辺で和名や英明上海の由来になっている。中華人民共和国、ベトナムでは絶滅したと考えられている。英明、ヤンツは、長江下流域の様子港に由来する。化石から中華人民共和国先部からベトナム北部にかけて台湾に分布していた可能性がある。 ベトナムのホアンキエム湖で捕獲された上海花すっぽんの白星。目が頭部の上の方に寄っていることがわかる。最大高長1 0 4トル。高長1 0 9トルとする文献もあるが、実際の計測値ではあるが自家高長ではなく甲羅の盛り上がりに沿った高長であり、計測者は上実した高長を最大としている。高長1 8 0トル。 体重2 0 0ラムなどに達するという報道された例もあるが、実際の計測値ではなく、信憑性は低い。メスよりもオスの方がやや大型になり、メスは、校長75から8 0トル。上海花すっぽんは、非常に大型のカメであり、淡水に生息するカメの中では、最大種であるという説もある。その巨大さから、 ベトナムでは伝説のカメとしての神話が残されている。2003年に計測されたある1個体の甲羅は長さ1 0 9センチメートル幅7 0センチメートルで体重は 120kg から 140kg と計測されている。また2011年に治療目的のために捕獲された個体は推定年齢80歳から100歳の個体で体長2 0 0センチメートル 体重は2 0 0ラムある。寿命は100歳を優に超えるとされる。廃校は非常に扁平で、上から見るとやや細長い。廃校の色彩はオリーブ色や能力色で黄色斑とその周囲により小型の黄色斑が入る。復興は廃校と比較するとやや大型だが、五甲板は小型であまり発達しない。復興の色彩は開白色で、 五甲板はやや暗色。頭部は中型で、粉炭は突出しない。頭部や頸部、四肢、尾の背面の色彩は、オリーブ色や暗褐色で、炭鉱色や、開白色の虫食以上の反紋や反転が入る。頸部、四肢、尾の覆面の色彩は、開白色。豚のような鼻と目が、頭部の上側に寄っていることを特徴とする。オスは、メスよりも尾が、 やや太くて長く、総排節口が尾の先端よりに位置する。ベルリン博物館所蔵の標本の体内から直径2センチメートル以上の卵が発見されている。種照明は、模式標本となった個体を入手した、ロバート・スウィンホへの懸命。1873年に記載されたが、スッポン族のペルディスカス死年室の変異個体とみなされ、死の任務だと考えられていた。 1988年に、標本の骨格の比較から、スッポン族とは禁煙ではなく、メソポタミア花スッポンと禁煙の独立種とする説が、提唱され、花スッポン族の構成種とされた。1990年代には、ホアンキエムコの巨大スッポンとされていたのが本種である。可能性が指摘され、ホアンキエムコの個体を本種とする説が有力である。ベトナムでは、ベトナム個体群を、 独立種とする傾向があり2000年には、携帯から独立種 R レロエ、2010年には、ミトコンドリア DNA の分子解析から R ビネーナメンシスとする説が提唱されたが、前者は、携帯の差異が年齢や個体変異に過ぎないとされること、後者は R レロエに選手権がありそもそもシノニムであること、分子解析の方法が不明であること、 比較した中華人民共和国個体群の分子データが別種のものである可能性があることから分割を否定する説が有力である。2000年以前には二度の無効明や2000年には未記載種とする説が提唱されたこともある。本種のみでオスカー族を構成する説もあるが有力ではない。ベトナムに現存する上海ハイ派なスポンは本種とは別種であるという説がある。仮に本当であれば、 野生の上海花すっぽんとされる個体はいなくなり、上海花すっぽんは野生絶滅していることになる。ベトナムのカメには、H や NHC によって2000年に R、デロエという学名が付けられている別種であるという主張は、形態や遺伝子の差によって示されているが、その反論として、形態の違いは、個体差や年齢に起因するものであるという主張や、 遺伝子配列の決定の妥当性に疑問が残るという主張もあり、今のところ結論は出ていない。調査が行われる前に、ほぼ野生絶滅したため生息環境、生態は不明とされる。上海花すっぽんは、大河川につながっている淡水の湿地や沼地の泥の中に潜んで暮らしており、胃の内容物からは魚、カニ、カタツムリ、ホテイアオイ、カエル、 緑色の稲の葉が確認されていることから、これらのいずれかを食料としている可能性がある。地元の漁師からの聞き取り調査によれば、上海花すっぽんは、夜間から早朝にかけて、巣を作り、約60個の卵を産むとされる。飼育下の例では、蘇州動物園の個体は5月に交病を行うことが多い。6月に産卵することが多く、約40から100個の卵を産む。 ベトナムの神話に登場する剣を背負った亀。上海派なすっぽんがモデルと言われている。15世紀に民の支配下にあったベトナムで反乱を起こし、霊長を建国して初代皇帝となった農民出身の豪族はじむりにちなむ神話がある。はじむりは魔力を持つ剣を手に反乱を起こしたが、皇帝となったはじむりが湖で小舟に乗っていると一匹の亀が、 水面に顔を出し剣を受け取って、再び水面に消えた。このことからこの湖は、ホーホアンキエムと呼ばれるようになった。亀はベトナムが再び危機に陥る時まで、剣を安全な場所に保管していると言われている。この神話に登場する亀のモデルは、本種ではないかと言われている。食用や薬用の乱獲、ダム建設や河川改修による生息地の破壊。 生活排水や有毒物質による水質汚染などにより生息数は激減した。1970年代には保安機へ向この個体を除いて野生絶滅したと考えられている。中華人民共和国では1972年以降は野生個体の最終例はなく野生絶滅したと考えられている。一方で実際には1980年代以降も 薬用やペット用に小規模な小取引が行われていたとする報道もある。その主な要因は、甲羅が漢方薬になることから人間に乱獲されたことで、急速に個体数が減少したとされている。また、中華人民共和国では1990年代まで、他のすっぽんと同じように普通に食用に捕獲されてきていた。捕獲された個体の頭蓋骨は、 記念品として残されることもある。また、開発によって生息地を奪われたり、生息地周辺がダム建設などに禁する流量変化が起きたことも、生息数の減少を招いた可能性がある。上海派なすっぽんの名は、1993年に、蘇州科技学院の教授長行動が、初めて命名した名であり、同時に保護を訴えたが、その時点で、 個体はほとんど残っていなかった。中華人民共和国では国家一級保護動物に指定されている。2004年には中華人民共和国で飼育家個体が5頭確認されていた。しかし2005年には北京動物園の1個体が2006年には上海動物園の1個体が死亡した。それぞれの個体は1970年代に下級市で捕獲されたものである。 2007年までに、蘇州動物園オスの一個体を除いて死亡した。調査動物園で別種として飼育されていたのが、本種のメス個体と判明し、2008年5月に、蘇州動物園に繁殖目的で移送された。同居後すぐに交尾が行われ1ヶ月後には45個の卵を産み、有生卵とされた32個が、フランキに移されたが、孵化はしなかった。以降は交尾、 産卵が確認されているが、無症卵が多く、2015年現在、飼育下繁殖には成功していない。繁殖の失敗要因として、飼育環境や餌が不適切であること、メスのストレスが指摘されていたが、オスの陰形が別のオスと同居飼育されていた際に、噛みつかれたことで変形しており正常な交尾ができなかった可能性が高いとされる。そのため、 電気ショックにより排出した精子を採取し、2015年5月にメスに挿入することで人工受精が行われた。ベトナムでは2015年現在ホアンキエムコで野生の老齢個体のオスが2頭のみ確認されており、メスが確認されていないことから近い将来に絶滅するとされる。このうち1個体は2011年に頸部と前足に海洋ができたため捕獲後に治療が施され、 再び放流されている。2 0 0ラムの個体を捕獲するのに、軍の特殊部隊50人係で行ったとされている。これらの個体は高齢であることから、捕獲や移送に命のリスクがあり、人工繁殖の試みはない。2016年1月19日夜、ハノイ中心部の保安キエム湖で死んでいるのが見つかった。 保護の対象となった時点で、ほぼ野生絶滅していたため国際的な省流通はなかったが2013年にワシントン条約付属書通に掲載された。以前は香港経由で輸出されていたことがあり、日本にも輸入されていたが、実際には P シネンシスの変異個体やナイルスポンの容体だったとされる。ありがとうございます。